こんにちは。音楽界一と歌われるズバ抜けたルックスと色気たっぷりの歌声で女性ファンのみならず男性ファンも引きつけるラルクアンシエル、バンプスのボーカルハイドさん。今回はハイドさんの魅力に迫ってみましょう。ハイドさん、本名宝井秀人さんは1969年1月29日に和歌山県和歌山市に生まれます。家族構成は両親とハイドさんの3人家族。実家は地元和歌山県でアップルというカフェを経営しており、一人っ子ということもあり、少年時代は家ではいつも一人でいることがほとんどでした。小学生の頃は漫画家かデザイナーになりたいとたくさんの漫画や絵を描き、週刊少年サンデーに投稿していました。中学に入ってからは音楽を好むようになり、ポップからロック、レゲエと幅広く様々な音楽に触れています。しかし当時の夢は変わらずに絵だけはずっと描き続けていました。僕も小学校の頃親の仕事の都合で和歌山市に住んでたんですけど、やっぱり都市部からちょっと離れると人口もすごい少なくて、1クラス30人の2クラスとかだったんで、めっちゃ言葉悪いですけど住んでた身としてこう、よくあんな人口からあんな国宝級のイケメンが誕生したなって思います。すごいいいところなんですけどね。ハイドさんのご両親の画像もネットで見れるんですけど、お二人ともめちゃめちゃ美しいです。あとハイドさんご両親に関する詳しい情報は明かしてなくて、自伝で家族には家族のプライバシーがあって言ってほしくない部分もあるだろうし、第一そういうのを知りたくないファンがいるからっておっしゃってます。本当どこまでかっこいいんですかね。中学を卒業し高校に入学しますが、やはりデザイナーの夢が諦められず、高校を中退して大阪のデザイン専門学校に入学。しかし生まれつき色弱であったハイドさんは中間色が判別できず、デザイナーの道を諦めます。そんな時に周りの影響でギターに触れます。この瞬間からハイドさんは音楽に興味が湧き、ハイドさんはバンドの固定メンバーには収まらずに様々なバンドとセッションし、また絵が得意であったためライブのポスターや PV などは自ら手掛けていました。その他にも楽曲のイメージの絵を音楽に落とし込みながら制作するというデザイナーならではの手法も取っていました。当時から楽曲制作にもギターにも歌声にも定評があり、様々なバンドから声がかかっていたハイドさんでしたが、キリー・ボムズというバンドのギタリストが脱退したため代わりに加入します。このバンドで後にラルク・アンシエルのドラマーとなるペロさんと出会います。しかしキリー・ボムズで限界を感じたハイドさんはペロさんらを誘い、ジェルサレムズ・ロッドを結成します。その時期に現在のラルク・アンシエルのベーシスト哲也さんに一緒にバンドを組まないかと誘われますが、ジェルサレムズ・ロッドを結成したばかりのハイドさんはこの誘いを断ります。しかしジェルサレムズ・ロッドでも限界を感じたハイドさんは哲也さんの誘いに乗り、ラルク・アンシエルを結成します。結成前まではハイドさんはヒデって名乗ってたんですけど、 XJAPAN のヒデさんと名前が被ってしまうということでハイドに改名したそうです。僕はハイドさんもヒデさんも大好きなんで、子供ができたら絶対ヒデ取ってつけます。あとラルク・アンシエルのグループ名の決定の経緯はいろいろあるんですけど、阪急梅田三番街にある喫茶店の名前を哲也さんが気に入ってそこから取ったっていう説が一番有力で、フランス語で虹を表しています。僕も三番街のラルク・アンシエルに行きました。今もうちょっと閉まっちゃったんですけど、めっちゃおしゃれなカフェで、あそこのなんかバナナが乗ったパンケーキみたいなのめっちゃ美味しかったんで、また食べたいですね。その後当時のギタリスト、ドラマーの脱退、新ギタリストのケンさん、新ドラマーのさくらさんの加入を経て眠りに寄せてでメジャーデビューを果たします。インディーズでは絶大な人気のラルク・アンシエルでしたが、メジャーシーンに出るとコンサートに空きが出るなど少し陰りが見えてきます。しかしライブ活動を続け、彼らの音楽の良さが浸透してくるとみるみる動員規模を増やしていき、メジャーデビュー翌年末には武道館公演を敢行します。その後も人気を集め続けますが、1997年にドラマーのさくらさんが覚醒剤を使用しており逮捕、ラルク・アンシエルを脱退、バンド自体も活動を休止しています。僕ルローニケンシンが好きでめっちゃ見てたんですけど、そのエンディングにラルクのザ・フォース・アベニュー・カフェが選ばれてたんですけど、さくらさんの覚醒剤の事件があって差し替えになっちゃうんですよ。個人的にはラルクの曲の中で瞳の住人と並んで一番好きな曲だったので、めっちゃショックでした。もっとこの曲も広まってほしいです。1998年に新ドラマゆきひろさんが加入し活動を再開します。現在はインターネットが普及しアニソンの影響で海外でも人気を博しています。海外公演も精力的に行っており、ロックの殿堂ニューヨークのマディソンスクエアガーデンで日本人初公演を行ったりと世界規模で人気を集めています。
アメリカ人の僕の友人も鋼の錬金術師からラルク・アンシエルを知ってめっちゃハマってます。あとマディソン・スクエア・ガーデンはマイケル・ジャクソンとかエルヴィス・プレスリーなどのこうそうそうたるメンバーが踏んでる舞台で、今現在日本人でマディソン・スクエア・ガーデンで公演してるのは僕が知ってる限りだとラルクと X だけだと思います。日本の芸能人でもラルク好きを公言されている方結構いらっしゃるので探してみるのも面白いと思います。今回はラルク・アンシエル・バンプスのボーカルハイドさんでした。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またリクエストがあればコメント欄までお願いします。